出席議員60名であります。休憩前に引き続き会議を開きます。引き続いて質問を行います。畑石健二君。議長、皆さんこんにちは。自由民主党広島県議会議員連盟の畑石健二です。今時定例会におきまして一般質問の機会を与えてくださいました平田議長をはじめ先輩同僚議員各位に心より感謝申し上げます。私は民間企業勤務を経て秘書として岸田文雄外務大臣の下で政治を学ばせていただき8期32年間県政発展に力を尽くされた真所聡先生から後継者としてバトンを託していただき、今年4月の統一地方選挙において初当選をさせていただきました。本日議場に駆けつけていただいた方々をはじめ多くの皆様のご支援のおかげで今日こうしてここに立つことができています。世を治め民を救う経世済民という言葉があります。人々が安全にかつ豊かな生活を送れるようにするという意味です。この経世済民を貫く政治を実践することが支えていただいた皆様への最大のご恩返しだと考えています。本日はこの言葉を胸に新人らしく質問をさせていただきます。質問の第1は子どもたちの健全な成長について3点お伺いします。1点目は乳幼児期の子どもの成長についてであります。このたび本県の大きな指針である広島未来チャレンジビジョンが改定されましたが、引き続き人づくりが4つの政策分野の1つに位置づけられ重点的に取り組む方針が示されたところであります。これまで委員会等でも意見を申し上げてまいりましたが、私はこのチャレンジビジョンを含め国や県の政策議論の場においても大事な点が一つ抜け落ちているのではないかと感じています。それは子どもたちの健全な成長に何が必要なのかという視点です。人口減少社会を迎え労働力人口の減少が大きな課題となる中で、女性に労働力として活躍してもらうべく働く女性に対する積極的な支援が行われています。本県におきましても、働く女性応援課という部署まで設けて取り組んでいる最中であります。また、人口を増やすための少子化対策も、さまざまな取り組みが実施されています。子どもをできるだけ産んでもらう、その後はできるだけ早期に社会に復帰し、活躍をしてもらいたいとの方針です。保育所整備をはじめとする、子育てをしながら働く環境づくりは、十分とは言えないまでも、随分と議論もされ多種多様な取り組みがなされています。一方で乳幼児期の子どもの育成はその後の成長の基礎づくり土台づくりの期間でもあります。乳幼児期の子どもの成長にとって何が必要か、家族や保育士との関わりはどうあるべきかといった議論や政策は旺盛な保育所整備などと比較するとないに等しいと感じています。例えば愛着形成という言葉があります。乳児期に母親をはじめとする身近な人との間にしっかりと愛着を形成することができるかどうかで子どものその後の成長に影響があると言われています。最近の研究では必ずしも母親との愛着形成のみが必要なわけではなく、父親や保育士など限られた数人との愛着形成であっても良いという成果も出されています。愛着形成という一例を挙げましたが、子どもの成長に関する視点に立った議論や調査、そして活発な取り組みが欠かせないと考えています。知事は就任早々、育児休暇を取得され、イクメンという言葉を普及させた実績もお持ちであり、子どもの成長についても
強い思い入れがあるのではないかと推察いたします。そこでぜひとも乳幼児期の子どもの成長について知事の思いをお聞かせいただくとともに、今後の取り組みへの決意をお伺いします。2点目は、保育の質の確保及び保育現場の処遇改善についてであります。子育てをしながら働く女性への積極的な環境づくりが進められる裏で、保育の現場に歪みが生まれています。介護の現場や建設業界と同様に、保育士不足は深刻な状況にあります。本県におきましても、保育士人材バンクなど保育士不足を解消するためのいくつかの事業を実施しているところでありますが、過酷な労働環境や他の職種に比べて著しく低い賃金体系などがネックとなり、保育士不足解消の道は険しいものとなっています。こうした状況の中、保育士養成校へ集まる人材は減少し、人材の質を確保する上で大きな支障が出ていると聞いています。さらに一法人一施設のような保育所などでは、限られた人数での運営のため日々の業務に追われ、若い保育士の教育や指導など人材育成の余裕はないのが実情のようであります。先ほど愛着形成について触れましたが、余裕のないかつ保育士の質の確保が十分できていない保育現場にあって、犠牲になるのは子どもたちの生育です。また保育の現場には若い女性が多く、彼女たちは出産育児予備軍でもあり、彼女たちが産休や育休を取得し、再び保育の現場に職場復帰しやすい環境を作ることは、子どもたちの生育にとっても極めて重要なことであると考えます。そこで保育の質をいかに高めるのか、そして保育現場の処遇をいかに改善するのか、今後の取り組みについて知事にお伺いします。3点目は、子どもが子どもらしく育つ環境づくりについてであります。子どもの健全な成長について考えたとき、私は小学校を卒業するまでは子どもらしくのびのびと遊ぶことが極めて重要だと思います。小学校の先生たちと話していると、今の子どもたちは忙しいんですよとの答えが返ってきます。今子どもたちには時間がない、空間がない、仲間がない、三つの間という文字、三冠がないと言われています。私は昭和48年生まれで第二次ベビーブーム世代ですが、私の子どもの頃は放課後、友達と公園や学校の校庭で暗くなるまでのびのびと遊び、同世代や異世代との人間関係を培ったり、何が危ないのか、それにどう対処するのかといったことを日々の生活の中で吸収してきたのだと今振り返ってみて思います。しかし今日では、外で遊ぶ場所がなかったり、あっても習い事や塾で遊べなかったりといった状況となっており、次世代を担う子どもたちが育つ環境としては好ましくないと感じているのは私だけではないと思います。広島県は広島版学びの変革アクションプランを策定し、教育施策の中でコンピテンシーの育成を大きな柱に掲げておられます。教育におけるコンピテンシーとは、単なる知識の詰め込みではなく、さまざまな環境変化に対応する力を養うという定義のようで、簡潔に言えば応用力をつけるということだと思います。しかし私は、このような応用力とは本来学校で教えるようなものではなく、遊びを含めた子ども時代の体験や経験から少しずつ学び取っていくものだと考えています。ここで福岡市の取り組みを一つ紹介したいと思います。それはワイワイ広場という放課後等遊び場作り事業です。小学校の校庭などを利用して、授業終了後に一旦家に帰ることなく、ランドセルを置いたまま大人の見守りの中で自由に安心して遊びができる場や機会を作るという取り組みで、その報告書を読んでみますと、集団遊びに慣れていない現代の子どもたちであっても、大人たちの少しのきっかけ作りやヒントでのびのびと自主的に遊び始め、取り組みを継続することで同学年のみならず異なる学年も含めた集団での遊びができるようになったと報告されております。余談になりますが、この事業を所管しているのは福岡市の
子ども未来局子ども部放課後子ども育成課という部署であり、福岡市の子どもの健全な育成に対する本気度が伝わり、胸が熱くなる思いであります。このような取り組みは本来市長が行うべきではありますが、県が主体的に方針を示し、市長と協力してモデル事業を実施することは、人づくりを大きな柱に据えてこれから取り組もうとしている本県にふさわしい事業と考えます。そこで子どもが子どもらしくのびのびと育つ環境づくりについて、知事のお考えと今後の取り組みについてお伺いします。質問の第2は、本県の産業経済を支える基盤の整備について2点お伺いします。1点目は広島高速道路の環状化についてであります。本県の持続的な発展を考えた場合、県内の人口や経済活動の7割を占め、中国地方最大の都市圏である広島都市圏の中枢拠点性をより一層高めることが求められております。都市機能を高めるための都市内高速道路網の整備は広島都市圏のかねてからの大きな課題の一つであり、平成9年に平成高速道路公社を設立して以来、広島県広島市とともに指定都市高速道路を順次整備してきたところであります。すでに高速1号線から4号線までは開通し、整備計画路線も5号線を残すのみとなりました。双葉山トンネルの建設をめぐり、5号線の計画は進捗が大幅に遅れてきましたが、本年10月にトンネル工事を起因とする地表面の沈下が一定の範囲を超えた場合、広島県土地開発公社が買収するスキームを発表し、またトンネル工事発注に向けての検討委員会も設置され、ようやく事業が前進を始めたところであります。引き続き住民の皆様の声に耳を傾けつつ、一歩ずつ事業完成に向けて歩みを進めていただきたいと思います。ところで、都市圏高速道路網とは、そもそも環状化を成し遂げて初めてネットワーク機能を最大限発揮することができるものであります。現段階では3号線は観音で途切れており、4号線は沼田、中広ともに他の高速とはつながっておらず、5号線も整備計画では広島駅北口止まりとなっております。策定済みの整備計画路線のゴールがようやく見えつつある中で、環状化が次の大きな課題と考えます。短期的には当面の交通量や採算性の問題など実現に向けた課題があることは承知しておりますが、広島都市圏の活性化のためには道路インフラの整備は欠かせないものであります。中国地方の有権として広島県が存在感を発揮するためにも、長期的な視点で捉えながら広島高速道路の環状化の計画を新たに策定する必要があると考えますが、今後の取り組みをどのように思い描いておられるか、知事にお伺いします。2点目は、土地造成事業会計の総括と産業団地造成の今後の在り方についてであります。人口減少社会を迎え、進学や就職による人口の流入を増やすことが今後の自治体経営の課題の一つであり、人口流入の流れを作るためには雇用の場をできるだけ多く作り出す必要があります。産業団地への企業誘致施策は雇用創出に大きなインパクトを与えるのはもちろんのこと、新たな企業活動が生まれることで地域経済が活性化し、さらに地方税収の増加にも寄与します。本県の産業団地の現状は、分譲単価の引き下げや土地助成制度の拡充などが功を奏して、企業進出が増加した結果、分譲可能な団地が30ヘクタール弱を残すのみとなっています。加えて円安の進展と海外人件費の上昇により、国内における労働コストが相対的に低下し、生産工場の国内回帰の動きが活発化する中で、県内への企業移転の機会を損失する恐れがある状況となっています。こうした中、12月補正予算案に三原市本郷地区における産業団地整備のための設計業務等が計上されたところです。一方で、本県の土地造成事業会計はバブル期の土地造成事業の拡大が大引き、昨年度決算で
約105億円の債務超過となり、累積赤字は約450億円にも上っています。累積赤字を処理するために、一般会計から繰り入れをしなければならない事態となっており、事業計画策定時の経済環境、事業計画の在り方、また損失が明確になってからの処理方法など、なぜこのような事態に至ったのか、原因分析を綿密に進める必要があります。産業団地の分譲には、経済情勢を背景にした地価変動や、企業の設備投資意欲に左右されるなど、常にリスクを伴うのは当然のことであり、失敗は次の成功への糧にしなければなりません。先ほど触れたように、企業誘致による雇用創出、経済への波及効果はもちろんのこと、現在の日本は、いまだにデフレ経済の状態にあり、団地造成による需要創出は、経済政策上有効な手段であると個人的には確信しておりますし、自治体がリスクを恐れるあまり、民間では不可能な投資を適切に行わないならば、本県の人口も経済も衰退の一途をたどるばかりと考えます。これまでの失敗の反省をもとに、客観的な判断基準を設定し、効果を検証しながら、慎重に事業を進めることが今求められているのではないでしょうか。そこで、これまでの土地造成事業をどのように総括しておられるのか、またその総括も踏まえ、土地造成事業の今後の在り方をどのように考えておられるのか、知事のご所見をお伺いします。質問の第3は、広島ブランドショップタウの機能強化による効果的な中小企業支援策についてであります。県の外郭団体である公益財団法人広島産業振興機構の中小企業支援施策の中で、チーム型支援事業という取り組みがあります。この事業は、県内中小企業単独では難しい地域商品の市場化プロセスを支援する目的で、商品の企画・開発から流通及び販売までの各段階において、商品のマーケティングやデザイン、セールスなどの指導を行っておられます。また、市場化プロセス実践の一歩進んだ優れた取り組みとして、広島デパートメントというプロジェクトを展開されています。この取り組みでは、レモンや瀬戸内など、コンセプトを決め、例えばレモンであれば、県内レモン加工製品を一堂に集め、展示会などに自主編集企画したブースとして出展することによって、中小企業単独では難しい全国への販路開拓への道筋をつけることに成果を上げておられます。この手法は、小売業界で高い評価を受けており、全国展開する大手百貨店などから、自主編集企画ブースを丸ごと各地の系列百貨店で展開してほしいとの依頼も多くあるようです。しかし、このような場合、ブースの展示だけではなく、各商品の流通や決済機能も一本化することが百貨店から求められ、あくまでも公益財団法人が実施する広島デパートメントでは、収益事業が制限されており、卸売機能を持つことができないため、要望に応えることができず、ブースに商品を提供している中小企業にとっては、せっかくの販路拡大、売上増大のチャンスをみすみす逃す結果となっているようです。一方で、9月定例会において、党会派の大島議員が、タウの販路拡大への成果を質問された際に、知事は、首都圏における販路拡大はタウの重要な役割であり、バイヤー招聘による個別商談会の開催などを実施しているとの答弁をされました。タウは現在、B2C、つまり県内個別商品をタウに集め、一般消費者に販売することで成果を上げておられます。しかし、県内事業者の販路拡大という重要な役割を考えた場合、またバイヤー招聘による個別商談会などの開催を踏まえても、B2B、つまり小売店への販売機能を強化する、または小売店の店舗を利用した販売機能を付加することは非常に有意義で、効果的な取り組みと考えます。中小企業支援の本来の目的は、商品開発から販路拡大までの一連のプロセスの中で、成功体験を経験し、その企業がノウハウを身につけ、売上を増やし、雇用を増やすことで、最終的に県内経済を支える良い循環を作ることにあると考えます。他府県では、販売公社を設立してまで中小企業の販路拡大戦略を
積極的にサポートしているところもあると聞いておりますが、我が県においては、タウの B2B による販路拡大機能を強化した上で、広島デパートメントとタウとの連携による取り組みを行うことが、一層効果的な中小企業支援策となるものと確信いたしますが、知事のご所見をお伺いします。質問の第4は、地域包括ケアシステムの機能強化についてであります。我が国は今日、少子化と高齢化の急速な進行により、世界に先駆けて未曽有の人口減少、超高齢社会を迎えつつあります。医療費、介護費をはじめとする社会保障費は、国全体で毎年約1兆円ずつ増えると予測され、財政運営上の大きな課題となっています。また、高齢者のいる世帯は、全世帯の約4割となっており、そのうち核家族化の進展により、独居もしくは夫婦のみの世帯が半数を超えています。本県におきましても、人口は平成7年をピークに減少が続いており、高齢化率も団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる平成37年には 31.4% に達すると予測されています。このような情勢を踏まえ、国は地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるように、医療、介護、予防、住まい、生活支援などのサービスが包括的に提供される地域包括ケアシステムを各自治体で構築するよう求めており、本県もその構築に向けて努力をしているところであります。地域包括ケアシステムを機能させるためには、利用者とそれぞれに独立している医療、介護、予防、生活支援などのサービスをつなぐ役割を担う存在が欠かせません。その役割を担うことを期待される組織が各市町に設置され、地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防ケアマネジメントなどの業務に携わっている地域包括支援センターでありますが、指定居宅介護支援事業所も同じような業務を実施していたり、介護予防に関する支援事業が多忙すぎて、包括的な支援に手が回っていなかったりなど、地域における拠点機能を十分に発揮できていないとの声も聞きます。地域包括ケアシステムの中核拠点として機能するための課題を洗い出すと同時に、地域包括支援センターの果たすべき役割を明確にした上で、体制の整備、もしくは機能強化を図ることが強く求められております。また、地域で高齢者の見守り活動を支える社会福祉協議会や民生委員、児童委員協議会など、地域団体との情報交換をはじめとする連携強化を図ることも、高齢者が住み慣れた場所で生活を続けるために必要不可欠な取り組みと考えます。さらに、このような取り組みを机上の空論にしないためにも、モデル地域を作り、実践をし、成功事例を他の地域に普及啓発するような具体的な取り組みも必要と考えます。そこで、地域包括支援センターの現状と課題をどのように捉え、機能強化や地域における連携強化に向けて、今後どのように取り組まれるのか、知事にお伺いします。質問の第5は、休憩者地崩壊対策事業の推進についてであります。昨年8月に、広島市安佐南区安佐北区を中心に発生した土砂災害は、その被害の大きさから、我々県民に大きな衝撃を与え、県民それぞれの生活圏内において、災害発生の可能性が高い場所に対する懸念が高まっているところであります。このような機運を捉え、ソフト面では本年4月より、みんなで減災県民総ぐるみ運動を展開し、地域の自主防災会を中心に、各地域で防災マップの整備や住民への周知などの成果が現れつつあり、高く評価されるべきものであります。一方で、ハード面での対策にももっと力を入れてほしいとの声は根強く聞かれます。9月定例会で、党会派の下森議員が、公共事業費のシーリングの撤廃を質問され、中期財政運営方針案において、公共事業費の5年間の維持が盛り込まれたところでありますが、より住民に近い行政組織である市長からも、特に休憩者地崩壊対策事業への予算増額の要望は強いと伺っております。県の砂防事業予算の推移を見ますと、昨年の土砂災害を受けて、
砂防費全体は昨年度の約74億円から本年度は約113億円に増額したにもかかわらず、砂防費の中の休憩斜地崩壊対策事業費は昨年度の約24億円から約19億円に減少しています。この約19億円の中には市長が行う休憩斜地崩壊対策事業への県による補助金も含まれていますが、減額はされていないものの、本年度は昨年度並みの約 3.5 億円にとどまっています。休憩斜地崩壊対策事業費全体が減少する中で、市長への補助金は前年並みというのは、市長へ配慮しているように見えますが、これまでの補助額自体が市長の要望する額の半分程度となっており、十分な休憩斜地崩壊対策事業が実施できない状況が続いていると聞いております。私の選挙区である東区も、休憩斜地崩壊危険箇所の大変多い土地柄でありますが、十分な予算が確保できないため、住民の要望から10年近く経って、ようやく事業が実施される箇所が多いと聞いています。休憩斜地崩壊危険箇所は、人口密集地の周辺部に集中しており、休憩斜地崩壊対策事業は、砂防関係事業の中でも、住民が身近に危険を意識する場所での事業であるため、県施工事業はもとより、市長への補助事業についても、市長と協力して積極的に推進されることを希望するところであります。そこで、休憩斜地崩壊対策事業の推進に向け、本事業の現状と市長への補助増額も含めた今後の取り組みについて知事にお伺いします。国民県民の安全な生活の確保において、最後に取り上げたいのが、北朝鮮人権侵害問題についてであります。北朝鮮による日本人拉致問題につきましては、平成14年に5人の被害者が、平成16年にその家族が北朝鮮より帰国して以来、大きな進展がないまま今日に至っています。言うまでもないことでありますが、北朝鮮による日本人拉致は人権侵害という枠を超え、我が国の主権を侵し、国民の生命と安全を侵害し続けている重大な国家犯罪であり、この問題を放置することは、我が国が主権国家、近代国家としての体を成していないことを意味し、私たちが大いに憂慮すべき事態であります。英国の政治家、パーマストンが確立した、たった一人の国民の生命、財産の侵害であっても、断固とした姿勢を示すという原則が、主権国家としての国際常識でありますが、我が国においては、拉致問題、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律を制定し、国際社会と連携して拉致問題に取り組むことを定めているところであります。この法律の第3条に、地方自治体の責務として、国と連携を図りつつ、拉致問題をはじめとする人権侵害に関する国民世論の啓発に努めるよう明記されており、第4条では、12月10日、まさに本日から12月16日までを北朝鮮人権侵害問題啓発週間とし、国及び地方自治体がその趣旨にふさわしい事業の実施に努めるよう定めているところであります。これを受けて、積極的な啓発活動を行っている他府県も多く、神奈川県は本年12月12日に横浜市や川崎市と協力して集会を開催し、黒岩知事自らがコーディネーター役を務め、横田めぐみさんのご両親、俳優の津川雅彦さんと対談される予定です。本県は人権問題に積極的に取り組んでおりますが、北朝鮮拉致問題に対してはかなり控えめな印象です。昨年12月の定例会において、党会派の尾形議員が本県について一般質問をされたのに対し、地域政策局長からは、県民の理解や関心を一層深めるため、より効果的な啓発について、市長と意見交換を行うなどの取り組みを進めると答弁をされております。そこで、北朝鮮人権侵害問題の解決に向け、市長との意見交換の結果はどうだったのか、効果的な啓発活動について、本年度に新たな取り組みを考えておられるのか、知事にお伺いします。以上で質問を終わらせていただきます。政治の師である岸田文雄外務大臣は、大臣室に、現場主義を掲げておられます。
戦略は細部に宿ると言われますが、政策も同じだと思います。現場で働く方々の力があってこその政策実現であり、県民の安全で豊かな生活の実現のためにも、私も現場主義でありたいと思います。改革という言葉が好まれる時代ですが、一つずつ一歩ずつ積み重ねていくことこそが政治の王道であることを忘れず、広島県そして日本の発展のために尽くしてまいります。本日はご清聴ありがとうございました。当局の答弁を求めます。知事矢崎秀夫君。まず乳幼児期の子どもの成長についてのご質問でございます。すべての子どもたちの健やかな成長は人づくりの基本となるところであり、私を含め県民すべての願いであると考えております。特に乳幼児期は生涯にわたる人格の形成を培う重要な時期であり、保護者をはじめとする身近な人たちからの触れ合いによる愛着の形成や語りかけによる言葉の発達、また生活の中心となる遊びを通じた創造性や主体性の育成が必要であると考えております。このため0歳時期にしっかりと親子の絆を作り、子どもの心に安心を育むため、初めて子どもを持つ親と0歳児を対象とした親子の絆づくりプログラムの実施や、父親との愛着形成を図るためのお父さん応援プログラムといった研修を実施しております。また今年度は教育委員会において家庭、幼稚園、保育所など養育環境に関わらず、県内すべての幼児に質の高い教育、保育が行われ、その後の教育への基礎が培われることを目指し、調査研究を行っているところでございます。今後この調査結果を踏まえ、関係機関が連携した家庭教育へのサポートや、乳幼児期における質の高い教育、保育を推進するための取り組みの具体化を行うこととしております。さらには安心して子育てできる環境を整えることが、ひいては子どもの健やかな成長につながることから、いくちゃんサービスをはじめとした子育てに優しい環境づくりとともに、市長の乳児全戸訪問や乳幼児健診への支援によって子どもと親の心身の健康の保持に努めているところでございます。今後も引き続き乳幼児期からの子育てを積極的に支援することにより、時代を担う子どもたちが健やかに成長する広島県の実現に全力で取り組んでまいります。次に、子どもが子どもらしく育つ環境づくりについてでございます。本年10月に策定いたしました広島未来チャレンジビジョンでは、これからの県内を内外から支え、さまざまな変化に対応し、社会で活躍できる人材の育成に取り組むこととし、教育政策におきましては、子どもたちが将来にわたってたくましく生きる力を持ち、健やかに育っていますを目指す姿としております。このためには学校での教育活動だけではなく、子どもたちが遊びやさまざまな体験から他者への思いやりや人間関係能力などを学ぶことのできる環境を整備することが有効であると考えております。具体的な取り組みとしては、市長におきましては地域住民の参画を得て、子どもたちが安全安心に体験や学習が行える場として、放課後子ども教室が開設され、子どもたちのスポーツ、文化芸術活動、地域住民との交流等の活動が行われており、こうした取り組みに対しまして、県教育委員会では、大学生のボランティアチームであるワクワク学び隊の派遣を行い、子どもたちの体験活動の幅を広げるなどの充実を図っているところでございます。
私といたしましては、教育委員会が行うこれらの取り組みを一層支援することにより、子どもが子どもらしく伸び伸びと育つ環境づくりに努め、将来にわたって広島に生まれ、育ち、住み、働いてよかったと思える広島県の実現に向け取り組んでまいります。次に土地造成事業会計の総括と産業団地造成の今後の在り方についてのご質問でございます。土地造成事業会計につきましては、多額の赤字を抱えているほか、債務超過に陥るなど、非常に厳しい経営状況となっております。その原因といたしましては、景気低迷に加えまして、造成した産業団地が企業のニーズに十分対応できていなかったことなどにより、売却期間が長期化したこと、バブル経済の崩壊以降、分譲単価を引き下げざるを得ず、売却収入では造成単価原価を回収できなくなったことなどが主な要因であると考えております。一方で、立地企業による雇用の創出や、県税収入の増加など、産業団地の整備に伴い、多くの効果が生じており、これらの効果も総合的に勘案し、評価した上で新たな産業団地の整備を進めることとしたところでございます。また本県産業を先導する企業を誘致し、県経済の活性化を図るとともに、人口減少に歯止めをかけ、広島への流れを作り出していくためにも、産業団地の整備は引き続き重要な施策であると認識いたしております。このため今後の土地造成事業につきましては、新たな視点に基づき、事業ごとに実施に伴うこうした定量的な効果と景気変動等による分譲リスクの双方を明らかにした上で、県議会の皆様や県民の皆様にご理解をいただきながら進めてまいりたいと考えております。次に、地域包括ケアシステムの機能強化についてでございます。地域包括支援センターは、高齢者の総合相談や権利擁護、介護予防ケアマネジメントなどの多くの業務を担っておりますが、地域包括ケアシステムを推進する中核的な機関として、困難事案への対応力の向上や、医療、介護関係者及び地域の関係者等との連携の充実など、さらなる機能強化が課題であると認識いたしております。このため、県では、県地域包括ケア推進センターにおける職員研修やマニュアルの策定、関係団体と連携した管理者のマネジメント力の向上対策などに取り組み、地域包括支援センターの機能強化を推進しているところであります。また、関係機関との連携強化に向けましては、モデル的な取り組みを他の地域に普及することが有効であり、昨年度から集中支援を行っております23のパイロット県域の中では、地域包括支援センターを核として、民生児童委員などと連携した住民同士の見守り活動の実施や、地域包括支援センターが実施した地区調査に基づく交流サロンの立ち上げ、また、地域包括支援センターが事務局を担う医療介護関係者等の連携協議会の設立など、効果的な取り組みが進められている地域もあり、現在、県ではこれらの取り組みの他地域への普及を図っているところでございます。さらに、今年度から地域の実情に精通した県保健所が、県地域包括ケア推進センターと一体となって支援する体制を整えており、県といたしましては、今後とも地域包括支援センターの機能強化を進めることなどにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう取り組んでまいりたいと考えております。その他のご質問につきましては、担当説明委員より答弁させていただきます。健康福祉局長、笠松純也君。
保育の質の確保及び保育現場の処遇改善についてお答え申し上げます。今年4月にスタートした子ども子育て支援新制度におきまして、3歳児の人数に応じた保育士の配置を20対1から15対1に改善する場合や、保育士等の研修機会を確保するために代替職員を配置した場合に保育所運営費の補助に加算が設けられるなど、保育の質の向上に向けた対応が取り入れられたほか、保育士の処遇につきましても職員給与が平均して 3% を改善されており、今後も給与や職員配置のさらなる改善が予定されております。県といたしましても市長と連携した保育士技能研修の実施による保育の質の向上のほか、産休等代替職員費の補助や施設長を対象としたマネジメント研修の実施、余裕のある人的配置を行うための保育士人材バンクによる保育士の確保、処遇の底上げを目的とした給与等の採用条件の見える化の推進などにより、保育士の就労環境や処遇の改善に努めているところであり、今後とも充実強化に取り組んでまいります。土木建築局長、児玉義臣君。2点についてお答えをいたします。まず広島高速道路の環状化についてでございます。広島高速道路は都市交通の高速性定時性の強化を図る自動車専用道路として、広島都市圏の活性化を図るために必要不可欠であると考えております。整備計画に位置づけられております5路線や基本計画路線であります広島高速4号線の山陽自動車道への延伸のほかに、さらに将来構想である計画検討路線として高速4号線と5号線を結ぶ東武線2基や東武線2基と3号線を結ぶ南北線などで構成されております。東武線2基および南北線につきましては、高速2号線3号線および5号線と連結することで環状型道路を形成し、都心部へ流入する交通の分散や都市内の渋滞緩和を図るとともに、高速1号線などの放射道路と連携し広域交通ネットワークの強化を図るなどの効果を有するものと考えております。一方で環状型道路の整備は相当な事業費と期間を要するなどの課題もあることから、将来の交通量の動向や社会情勢を勘案した上で計画の具体化について段階的に検討していく必要があると考えております。次に急傾斜地崩壊対策事業の推進についてでございます。本県には急傾斜地崩壊危険箇所が全国最多の約2万箇所存在しており、急傾斜地崩壊対策事業につきましては斜面の荒廃状況や保全対象人家の数などを勘案し優先度を定め、国の交付金による県事業のほか、市町に対する県費補助事業により計画的に整備を行っているところでございます。本県では砂防事業全体の事業計画である広島砂防アクションプラン2014に基づき、住宅密集地や避難所等を保全するなど緊急性や整備効果が高い箇所を優先し、国の交付金事業を活用した対策工事を計画的に行っているところであり、現在見直し作業中である次期アクションプランにおきましても同様の方針とする予定でございます。また県事業に加え規模の小さい危険箇所の対策につきましては、市長が実施する工事に対し県費補助を行っているところであり、
毎年多くの実施要望があることから、限られた予算の中で可能な限り市町補助金の確保に努めているところでございます。引き続き土砂災害から県民の生命を守るため、効果的効率的なハード対策とともに、土砂災害警戒区域等の指定の加速化といったソフト対策についても積極的に取り組み、今後もハードソフト一体となった総合的な土砂災害対策を推進してまいります。商工労働局長、頼谷淳二君。タウンの機能強化による効果的な中小企業支援策についてご答弁申し上げます。広島ブランドショップタウは、優れた産品や人を引きつける観光資源など、広島ならではの宝を首都圏はもとより全国に向けて発信することにより、広島ブランドの価値向上を目的として設置したものでございます。この目的を達成するためには、来店者を増加させ広島ファンを増やすこと、全国メディア等による発信を通じ広島の魅力に対する認知度評価を高めることに加えまして、意欲のある県内事業者等のビジネスチャンスを創出し、首都圏等での新たな販路拡大につなげていくことが重要であると考えております。販路拡大につきましては、タウンにおける新商品を中心としたテストマーケティングコーナーの展開、県内での販路拡大セミナーの開催など、県内事業者等の商品力向上に向けた取り組みのほか、年間を通じたバイヤーへの個別の商品紹介、バイヤーをタウへ招聘しての商談会の開催、首都圏の百貨店等へのタウの出店といった B2B による支援施策にも取り組んでいるところでございます。今後はこうした取り組みに加えまして、首都圏での大規模見本市に出店するなど、さらなるタウ拡大支援に取り組みますとともに、タウにおけるテストマーケティングや商談会等を通じて得ました首都圏消費者やバイヤーのニーズなど、県内中小企業の販路拡大支援などを行っております広島産業振興機構と共有し、十分連携を図ることによりまして、商品力の向上支援やより的確なバイヤーへの提案を実施することで、県内事業者等の販路拡大につなげてまいりたいと考えております。こうした取り組みによりまして、広島ならではの宝を多くの方に知っていただくことで、広島ブランドの価値向上というタウの初期の目的を達成できるよう取り組んでまいります。地域政策局長、竹中正弘君。北朝鮮人権侵害問題についてお答えいたします。北朝鮮による日本人拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、拉致問題の一日も早い解決に向けては、国と地方が連携して国民・県民の関心を喚起し、世論を高めていくための取り組みが必要であると考えております。このため県におきましては、毎年12月のヒューマンフェスタ広島と連携した啓発パネルの掲示や、県庁舎への啓発懸垂幕の掲示など啓発活動を実施してきたところでございます。県民へのより効果的な啓発につきまして、今年1月に広島市内で開催された内閣府主催の改正拉致被害者等支援法等ブロック説明会などにおいて、
市長との意見交換を行ったところ、拉致問題をより具体的に紹介することで地域住民の理解と関心を深めたいとのご意見がある一方、啓発活動には予算的な制約があるといったご意見もございました。こうしたご意見を踏まえ、今年度新たに啓発パネルを県において作成し、希望する市長に貸し出すこととしたところ、来年1月から3月にかけて複数の団体で拉致問題啓発パネル展が開催される見込みとなっております。なお、これに先立ち、本日12月10日から16日までの北朝鮮人権侵害問題啓発週間に、県庁ギャラリーにおきまして啓発パネルの展示を行うこととしております。今後とも拉致問題に対する国民の理解や関心を一層深めるため、より効果的な啓発に努めるなど、拉致問題の解決に向けたさまざまな取り組みを行ってまいります。傍聴者の入れ替えを行いますので、しばらくお待ち願います。引き続いて質問を行います。辻恒夫君。
日本共産党の辻恒夫です。早速質問に入ります。まず核兵器廃絶と安全保障法制、いわゆる戦争法について質問します。11月2日に国連本部で開かれた国連総会第一委員会で、オーストリアなどが提案した核兵器の禁止と廃絶のための人道の誓い、南アフリカなどが提案した核兵器のない世界への道徳的な責務の決議案に日本はいずれも棄権しました。これらの決議案は核兵器使用の非人道性を非難し、核兵器を禁止する法的拘束力のある措置や効果的措置を取るよう交渉や行動を求めています。日本政府は被爆国でありながら核抑止論、核の傘依存の立場から核兵器禁止条約の交渉開始を求める国連総会決議に棄権を続けています。私は被爆地広島の県議として、綱領に核兵器の廃絶を明記している日本共産党の議員として、政府の立場は到底容認できません。被爆県広島の知事として、日本国政府のこうした立場について湯崎知事のご所見をお伺いします。次は9月19日に自民党公明党などの採決強行で成立した安全保障法制、戦争法の問題についてであります。法律成立から3ヶ月になりますが、戦争法の廃止を求める世論と運動は全国でも今も続いています。この法律は内容もやり方も二重に憲法違反であり、廃止するしかありません。内容の面では、戦闘地域での兵站、戦乱が続く地域での治安活動、米軍防護の武器使用、そして集団的自衛権の行使、そのどれをとっても戦争放棄、戦力保持、交戦権容認を明確にしている憲法9条を蹂躙し、自衛隊の海外での武力行使に道を開くものとなっています。やり方の面では、政府が戦後60年余り、集団的自衛権行使は憲法9条の下ではできないといった憲法解釈を一内閣の先端でひっくり返す、立憲主義を破壊するというやり方を取りました。バモの会のお母さんたちは、誰の子供も殺させないと立ち上がり、学生集団の団体のシールズは、集会やデモで民主主義ってなんだ、勝手に決めるなとコールしました。憲法学者の大多数、内閣法制局の歴代長官、最高裁判所の元判事や元長官らは、立憲主義の破壊を許さないと声を上げました。これらの戦いに励まされて、野党は最後まで団結をして、安倍内閣を追い詰めました。知事、あなたは憲法は民主主義に反する今回の採決強行をどう思われますか、ご所見をお伺いします。日本共産党は、法案が強行された9月19日に、国民連合政府実現を呼びかけることを決めました。この提案は3つの柱です。第1は、戦争法安保法制廃止、安全安倍政権打倒の戦いをさらに発展させよう。第2に、戦争法廃止で一致する政党団体個人が共同して国民連合政府を作ろう。第3に、戦争法廃止の国民連合政府で一致する野党が国政選挙で選挙協力を行うというものです。我が党は今全国でこの提案について申し入れ、懇談を行っています。多くの賛同の声が寄せられ、反響が広がっています。憲法9条の下で、日本は戦後自衛隊が殺し殺されることはありませんでした。ところが、戦争法をそのままにしておけば、自衛隊が海外で戦闘行為に巻き込まれ、殺し殺される恐れが大きくなります。憲法違反の法律をそのままにしておけば、日本は無法国家、独裁国家になってしまいます。だから多くの人たちが、戦争法、安保法制廃止の声を上げ、日本共産党の提案が反響を広げているんだと思います。知事のご所見をお伺いします。この点で私が危惧するのはテロの問題です。フランスのパリで同時テロが起こりました。今回の問題は、いかなる理由があろうと絶対許されない卑劣な犯罪行為です。同時に、これまでの事態が示しているように、空爆ではテロの根絶はできません。過激組織 IS は、2003年に始まったイラク侵略戦争と、2011年からのシリア内戦の混乱で生まれ、勢力を拡大してきました。
イラク戦争の当事者であるブレア元イギリス首相は、イラク戦争が IS の台頭につながったと認めています。テロを世界から根絶するためには、テロの土壌となっている問題をなくすなど、国際社会の一致結束した取り組みが必要だと日本共産党は考えています。戦争法によって IS に対する空爆などの軍事作戦に自衛隊が参加する危険性が生まれています。テロ問題の解決に役立たないだけでなく、日本国民をテロの危険にさらすことになります。アメリカにノーと言えない日本政府の下で、戦争法の一刻も早い廃止が必要です。知事のご所見をお伺いします。環太平洋連携協定 TPP 大筋合意と本県農林水産業への影響についてお尋ねします。TPP の大筋合意の概要が明らかになりました。国会決議で交渉内容にしないとしていた米や牛肉など重要5品目を含め、農林水産物の8割以上の関税を撤廃するなど重大な内容になっています。国会決議は米、麦、牛肉、豚肉、乳製品、管理資源作物などの農林水産物の重要品目について、除外または再協議の対象にとすることとしています。ところが、米の7万8400トンの別枠輸入を認め、牛肉は関税率を 38.5% から 9% へ、豚肉は低価格品でキロ482円の関税が50円へ、高価格品はゼロ関税へ、乳製品も生乳換算で7万トンの輸入を認める。重要品目586品目のうち、約3割に当たる174品目で関税を撤廃するなど、国会決議に違反し裏切る者になっています。安い輸入食品が増え、国内の農家や地域産業が大打撃を受けることになります。JA 全国農業協同組合中央会は、10月15日に TPP に関する特別決議で、衆参農林水産委員会の国会決議の内容を逸脱しているとの懸念がある中、生産現場には不安と怒りの声が広がっていると批判しています。また全国漁業協同組合連合会は、10月6日に安価な輸入畜産物の増大による水産物価格の下落や、畜産物への置き換わりにより多大な影響が生じると危機感を表明しました。鈴木信弘東京大学教授のまとめでは、大筋合意による農業分野の被害額は、米約1100億円、牛肉3262億円、豚肉4141億円、乳製品約960億円、小麦約80億円、主要な果実は1895億円と試算し、1兆1000億円を超えるとしています。2013年の農業生産額は8兆5000億円余ですから、13% もの減少になります。本県農林水産業への影響についてどのように考えているのか、知事のご所見をお伺いします。また、暮らしと経済を守るために、TPP 協定作成作業から撤退し、協定の調印、締結、国会承認を行わないことを政府に求めるべきであると考えますが、知事のご所見をお伺いします。マイナンバー制度についてお尋ねします。マイナンバーは、赤ちゃんからお年寄りまで、全員に12桁の番号をつけ、国民一人一人が管理し、税や社会保障の手続きなどで使用する仕組みです。現在、年金や税金、住民票などの個人情報は、公的機関ごとにそれぞれ管理されています。マイナンバーでは、各情報を一つに結びつけることが可能になります。行政からすれば、国民の所得、年金、社会保障などの行政手続きや、雇用主への届けなど、各種の個人情報を効率よく把握できる一方、マイナンバーがひとたび外部に漏れ出せば、悪用され、個人のプライバシーが侵害される危険性は極めて大きくなります。一度漏れ出た情報は取り戻すことはできません。先の日本年金機構の事件のように、甚大な被害をもたらします。マイナンバー制度が実施されなくても、住民生活への不都合は生じません。マイナンバー制度は直ちに
中止するよう県として政府に求めるべきであると考えますが、知事のご所見をお伺いします。子育て支援策についてお尋ねします。まず子どもの医療費助成制度についてであります。この制度は子育て家庭の経済的負担の軽減と乳幼児の健康保持にとって重要な事業であり、少子化対策としても大きな役割を果たしています。県制度は入通院とも就学前までになっています。現在県内23市町で県以上の助成をしているのは、入院は大崎上島町以外の22市町で、通院は18市町で全体の 78% になります。大崎上島町は子育て環境を充実させ、若者や子育て世代の定住促進を図るために、来年度入院・通院とも中学3年生まで引き上げることを決めたほか、府中市も来年度、入通院とも中学校3年生まで引き上げます。全国的にも小学校卒業まで入院は23都道府県、通院は12都府県、中学校卒業まで入院は15都県、通院は6都県で、制度の拡充は進んでいます。県内市町において、子ども医療費助成制度の対象年齢を引き上げ、子育て世帯の定住の促進、安心して子どもを産み育てる環境の拡充が進んでいることについて、県はどのようにお考えなのか、知事のご所見をお伺いします。国立社会保障人口問題研究所による第14回出生動向基本調査、2010年のによりますと、夫婦が実際に持つつもりの子どもの数、予定子ども数 2.07 人が、理想子ども数 2.42 人を下回る理由として、最も多いのは子育てや教育にお金がかかりすぎるからであった。とりわけ30代未満の若い世代では、こうした経済的理由を選択する割合が高いと分析しています。さらに同調査では、理想を3人以上としている夫婦では、理想が実現しない理由として、1人目の壁は年齢・身体的理由、3人目の壁は経済的理由としています。経済的負担を軽くし、安心して産み育てる環境が充実したファミリーフレンドリーな広島県を実現していくためにも、子どもの医療費助成制度を中学校卒業までを目指しつつ、小学校3年生、小学校6年生までへと、計画的に引き上げてはどうでしょうか。知事のご所見をお伺いします。次に、子育て世帯への経済的負担の軽減では、保育料の助成があります。補助内容は、第2子3歳未満から、第3子3歳以上就学前までなど、補助率も全額から所得階層別に区分するなど、様々であります。全国的には、19府県で実施しています。中国5県の鳥取県、島根県、山口県では、すでに保育料軽減措置をしています。また、12月3日、岡山県知事は、第3子以降の保育料の無償化に取り組む考えを示し、来年度実施を検討しています。しかし、広島県には助成がありません。安心して子育てできる広島を作るために、もう先進例を検討し、保育料軽減の制度、導入に踏み切ってはいかがでしょうか。知事のご所見をお伺いします。小規模企業、小企業の振興についてお尋ねします。昨年6月、小規模企業振興基本法が成立し、国とすべての自治体に小規模企業への支援が仕組みとして明確にされ、地域経済を支える中小企業の発展に行政が正面から取り組むことを求めています。県内企業の 99.8% が中小企業であり、また 86.3% は小規模企業です。中小企業、小規模企業は雇用でも 78.6% を要しており、地域経済と雇用を守るためには、小規模企業の振興は欠かせません。小規模企業振興基本法が中小企業基本法の理念を維持しつつ、個人事業者をはじめとする従業員が5人以下の事業者を小企業者とし、その事業の持続的な発展、維持を政府から応援することを目的にしているのはそのためです。この法律に基づき、
昨年10月、国は小規模企業振興基本計画を策定し、自治体に対して国と連携を図りながら基本計画を踏まえ、地域特性に応じた施策を策定し、効果的重点的実施を図ることを求めています。さらに本年4月、中小企業庁は初めて小規模企業白書を発表し、小規模企業の構造的問題や発展に向けた課題を明らかにしたところです。島根県では小規模企業振興法も踏まえ、島根県中小企業小規模企業振興条例を11月24日に成立させました。全国商工団体連合会の調べでは、34県149市町が中小企業振興条例を制定しています。そこで県として、小規模企業、小企業の持続的な発展維持のために、どのような施策を考えているのかについて、また併せて、中小企業、小規模企業振興に向け、広島県でもこのような条例を策定してはどうかと考えますが、知事のご所見をお伺いします。次に、地域の小企業中、事業者のへの仕事づくりと、地域内経済循環を活性化させる事業として、住宅リフォーム助成制度があります。2013年度現在で、全国628自治体、全自治体の 35.6% で実施されています。この事業は、予算の10から20倍の仕事を作り出し、業者も住民も地域も元気にすると好評であります。制度の発展充実が求められています。私はこの事業は、中小企業、中小業者への仕事起こしと同時に、地域経済に大きく貢献する事業だと考えるものであります。秋田県では、2010年度から50万円以上の工事に対し、10% 補助、上限15万円を基本とした住宅リフォーム推進事業を開始しています。同県の調べによると、2010年から2014年度の5年間の事業効果は、活用件数が61,444戸、補助金総額は79億6000万円超で、工事総額は約1211億4500万円に上ります。産業連関表による経済波及効果は約1911億円で、補助金の24倍に相当します。今年度も10億3500万円の予算を組み実施しています。広島県は子育て高齢者等安心住宅リフォーム区支援事業を経済的効果があると認めながらも廃止しました。秋田県のような増改築リフォーム、耐震、省エネ、バリアフリー改修など広範囲に活用でき、使いやすい住宅リフォーム助成制度を県として再度作ってはいかがと考えますが、知事の所見をお伺いします。教育条件整備についてお尋ねします。教員が病気休暇、介護休暇、産休に入っても、代わりの教員がつかない、いわゆる教育に穴が開く事態について、これまで幾度も指摘し、抜本的な改善を求めてきました。昨年度、病気休暇で2週間以上も代替教員が配置できなかった件数は、小学校で65件、中学校で25件です。最大の遅れは、尾道の小学校で165日、中学校も尾道市の保健体育で117日であります。事前に休暇が分かっている産前休暇でも、小学校30件、中学校でも1件あり、最大の遅れは福山市の小学校で112日となっています。代替教員が直ちにつかない条件の件数の多さはもとより、小学校では6ヶ月から4ヶ月近くも担任がいない、中学校では4ヶ月近くも先生がいない、これでまともな教育ができていると言えるのでしょうか。教育長のご所見をお伺いします。今年度は10月30日現在で病気休暇同件数は小学校36件、中学校19件、合わせて55件となっています。介護休暇は小中合わせて7件、産前休暇は小中合わせて12件と、教育現場の実態は教育に穴の開く事態が改善されるどころか、ますます深刻になっています。代替教員の
休暇予測や必要な時期があらかじめ正確に把握できない、免許の種類が合致できないなどの理由から、やむを得ず配置が遅れる場合もあるとしていますが、なぜこのような事態になるのか、どのように解決しようとしているのか、教育長にお尋ねします。休暇申請があってから代替教員を確保することは容易ではありません。例えば定数外で教員を確保する登録講師人材バンクを作るなど抜本的な対策が必要だと考えますが、教育長のご所見をお伺いします。定数内臨時教員の解消と正規教員の増員についてお聞きします。今年度の定数内臨時的任用者、いわゆる定数内臨時教員は小中学校で734人、高等学校で67人、特別支援学校で185人、合計で986人、この3年間右肩上がりで増え、平成14年度の366人の実に2倍超となり、過去最高であります。これらの教員は正規教員として採用されてしかるべき人たちでもあります。県教委は教育環境を整えるためには、定数内臨時的任用者の減少を図ることが課題である。必要な教員の確保に努力すると答えてきました。しかし現状は依然として改善されていません。その理由として、新採用者の辞退者と早期退職者が予想以上に多かったなどを挙げていますが、これらは事前に予測できたことであります。なぜ改善されないのか、その理由と解消の方法を教育長にお尋ねします。また臨時的任用とはどのような場合に採用され、任期はどのようになっているのか、合わせて教育長にお聞きします。文科省の調査では、今年度公立小中学校の教員定数に占める正規教員の割合は、全国平均は 93.1%、全国1位は東京都の 102.6%、2位は鳥取県の 99.6% であります。広島県は36番目の 90.7% であり、ここ数年、この順位はほぼ変わりません。昨年7月4日付で総務省は、臨時非常勤職員及び任期付き職員の任用についてという通知を出しています。臨時的任用の職員について、どういう点に留意すべきであるとしているのか、教育長のご所見をお伺いします。2015年度の広島県の教員の加配定数は869人、加配率は 6.6% で、全国最低水準であります。定数内臨時的教員を多数採用するなど、本県の安上がりの定数政策の抜本的な転換が求められています。すべての子どもたちに行き届いた教育をするためにも、身分の安定した正規任用者を大幅に増やし、教育条件整備を進めるべきだと考えますが、教育長のご所見をお伺いします。少人数学級の拡充についてお聞きします。47都道県で35人学級を小学校2年生までしか実施していないのは、広島県と熊本県、そして大阪府の3府県だけであります。少人数学級で行き届いた教育を進めるという点では、広島県は全国的にも極めて遅れており、恥ずべき状況であると考えるものであります。中国5県では、広島県より財政力が厳しい島県では、35人学級を2014年度から3年間で中学校3年生まで拡大します。文科省は少人学級で期待できることとして、理解度は興味関心に応じたきめ細かな指導が可能、発言発表機会が増え、授業参加がより積極化する、教室にゆとりが生じ、さまざまな教育活動が可能、生徒指導上の課題に即した個別指導の充実、幼稚園からの円滑な移行による小児プロブレムに対応など、少人数学校の教育効果を明らかにしています。広島県は少人数学区の教育効果を認めながら、財政的な理由をもって少人数学区が進まず、全国最下位です。これでどうして日本一の教育圏の創造に取り組むと言えるでしょうか。きめ細かく行き届いた教育を実現していくため、30人学級を目指しながらも、当面35人学級を
全学年に広めていくことに踏み出すべきだと強く求めるものですが、教育長のご所見をお伺いします。県内大学高校への期日前投票所の設置についてお尋ねします。2013年参議院選挙の広島県の投票率は 49.99% でした。20代の投票率は 33.37%、 実に3人に1人しか投票していません。実際参議院選挙の全投票者からの抽出した結果でも、年齢階層別で20から24歳が 31.18% と投票率が最低でした。昨年の総選挙でも20から24歳投票率が 29.72% と最も低い投票率でした。こうした中で選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた改正公選法が来年6月19日に施行され、来年の参議院選挙が最初の選挙になります。福山市選挙管理委員会は若年層の投票を促すことを目的に、福山市立大学に期日前投票所を設けることを決めました。尾道選管が尾道市市立大学、東広島市選管が広島大学に期日前投票所を設けることを検討しています。そこで新たに選挙権を得た学生や高校生など若い人の投票率向上を図るため、県内の大学と高校に期日前投票所を設置するよう求めるものですが、ご所見をお伺いします。広島市東部地区連続立体交差事業について質問します。広島市東部の JR 広葉駅及び海田市駅周辺地区は JR 山陽線及び黒線により市街地が分断され、踏切遮断による慢性的な交通渋滞や消防救急活動により支障が生じ、都市機能が著しく阻害されています。これらを解決するため、関係市町村が44年前から取り組みを始め、2002年度事業認可を受け、広島都市圏東部 6.3 キロすべて高架にする最初の事業は2015年度に完成するはずでした。ところが巨額の事業費や関係住民との調整など計画の延期縮小などを経て、本年6月見直し案が示されました。海田市駅の周辺2キロと向灘駅の周辺2キロを高架化する一方、その間にある秋区船越地区などは高架化しないで、線路をまたぐ跨線橋や線路をくぐるアンダーパスを設ける計画になっています。船越地区の住民からは現地の交通状況を知らない計画であり、無用の長物だという声が寄せられています。また引き地踏切は幅も狭く、人や自動車などの通行はいつ事故が起きても不思議ではない状況だと言われています。この地域は国道や県道、JR など入り組み、広島県内でも一番の交通の難所と言われているそうであります。特に跨線橋の南北入り口付近は交通渋滞がひどく、見直し案が実施されると地域の人たちは跨線橋に乗らず、隣の堀越や海田の踏切道に行くと言われています。渋滞の解消どころか渋滞の分散になると懸念するものでありますが、知事のご所見をお伺いします。船越地区をはじめ関係住民の願いは、広島都市圏東部の交通渋滞の解消、南北一体化、踏切の安全確保であり、見直し案を撤回して当初計画に戻すか、または高さは低くしても全区間を高架にすべきだと求めるものですが、知事のご所見をお伺いします。最後に広島高速5号線福山西環状線福山沼雲道路について質問します。広島市東部地区連続立体交差事業は全区間の高架化を関係住民が求めているにもかかわらず、見直し案を押し付けています。その一方、広島高速5号線や福山西環状線福山沼隈道路は長年の反対運動があっても強引に進めているのが広島県であります。住民合意が進まないこれらの大型道路建設は直ちに中止することを求めるものでありますが、知事のご所見をお伺いいたします。以上で私の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。
当局の答弁を求めます。知事湯崎秀彦君。まず核兵器禁止条約の交渉開始についてのご質問でございます。核兵器のない平和な国際社会の実現に向けて取り組むことは、人類史上初の被爆地の自治体である本県にとりまして重要な使命であると認識いたしております。核兵器廃絶に向けましては、近年さまざまなアプローチがあり、法的な枠組みによって核兵器の使用を禁止し、その上で全面禁止へと向かう取り組みもその一つで、この道筋が世界的な潮流になることにより、廃絶が実現できれば理想的な筋道の一つであると思われます。一方で現状では核兵器国と非核兵器国の間の溝が深まっているというのも事実であり、日本政府としては今回、核兵器国と非核兵器国が協力して核軍縮を進めるべきだという日本の立場と一致しなかったことから、いずれの決議案にも棄権したとお伺いしております。政府におかれましては、核兵器の廃絶に向けた取り組みを進めるという点で本家と思いを同じくしていると考えており、去る12月7日には核兵器国と非核兵器国との溝を乗り越える観点からも、我が国が国連に提出していた政治指導者の広島、長崎への訪問を促す内容を含む決議が可決されるなど、大変なご尽力をされていると認識しております。また県市が連携して政府に対し、 G7 広島外相会合開催時の各国外相の平和記念資料館見学等の実施を提案しており、政府において検討いただいております。今後とも日本政府におかれましては、唯一の被爆国として核兵器廃絶に関しまして、国際社会における積極的なリーダーシップを発揮していただきたいと考えております。次に、県内市長における医療費助成制度の対象年齢引き上げについてのご質問でございます。子どもは地域の宝であり、心身ともに健やかに育つよう、社会全体で子育てを応援する環境づくりが重要であると考えております。こうした中、乳幼児の医療費助成につきましては、県内市長において過去5年間で3市3町で通院、3市4町で入院の対象年齢が拡大されております。これらは人口の減少など地域の実情に応じた施策の一環として制度の拡充を図っておられるものと認識しております。次に、続きまして、子どもの医療費助成制度の対象年齢の計画的な引き上げについてでございます。乳幼児医療費公費負担事業につきましては、少子化が進行する中で乳幼児の健康保持と子育て家庭の経済的負担を軽減するという観点から重要な施策の一つであると認識しており、これまで対象年齢を現行の就学前まで拡大してきたところでございます。一方で、自治体間によって子どもたちが受ける医療サービスに差が生じることは適当でなく、国においてすべての子どもを対象とした全国一律のサービスが提供されるよう働きかけてまいりました。これを受けて本年9月から国の子どもの医療制度の在り方等に関する検討会において検討が始められたところであり、対象年齢のさらなる引き上げにつきましては、その動向を注視いたしますとともに、本県が推進する子育て支援策全体のバランスの中で、今後の社会保障関係費全体の動向なども勘案しながら慎重に検討していく必要があると考えております。次に、保育料軽減制度の導入についてでございます。現在、保育料につきましては、同時入所の場合の2人目は1/2、3人目以降は無償となっており、一定の負担軽減が図られているところでございます。県独自の減免につきましては、受益と負担の関係や安定的で持続的な制度の運営のために、他県での参考成果も参考にしつつ慎重に検討していく必要があると考えております。
その他のご質問につきましては、担当説明より答弁させていただきます。経営戦略審議官、伊達英一君。大きく2点についてお答えいたします。はじめに安全保障法制について3点お答えいたします。まず安全保障法制の国会採決についてでございます。いわゆる安全保障法制は平和国家としての国の在り方の根幹に関わるものでありますことから、国民による議論、国民の代表による国会での議論が重要であると考えておりますが、今回の採決は国民の代表による国会運営、国会審議の結果であると理解しております。次に安全保障法制の廃止に向けた動きについてでございます。安全保障法制廃止を目指す一連の動きは詳細には把握しておりませんが、戦後歩んできた平和国家としての形が変わっていかないことや、戦争で殺されたり他国の国民を殺さないことを望む県民の皆様の中には、国会審議の過程で安全保障法制への不安を感じる方もあるものと考えており、今後の運用面でより丁寧な説明が必要であると考えております。最後に安全保障法制の廃止についてでございます。県民の皆様は我が国が将来にわたって憲法の平和主義を尊重し、国際社会から尊敬される平和国家として歩んでいくことや、そのために政府が努力していくことを望んでいると感じております。今後政府におかれましては説明を尽くし、国民とともに国際平和構築に向けた取り組みに努めていただきたい、と考えております。続きまして TPP 協定締結反対に向けた政府の要請、政府への要請についてで、についてお答えいたします。TPP 協定は物の関税だけでなく、サービス、投資の自由化も進め、さらには知的財産権、電子商取引、国有企業の規律、環境など幅広い分野での新しいルールを構築するものであると認識いたしております。こうしたことから自動車産業などグローバル企業に強く連鎖した輸出型産業のウェイトが高い本件におきましては、輸出の拡大と国際競争力の強化や県内産業の維持に寄与するものと考えております。一方で零細な個別経営が大半を占める本県農業におきましては、関税の削減撤廃や輸入枠の拡大で安価な輸入農林水産物の増加による影響も懸念されているところでございます。このため国に対し農林水産業の持続的発展に向けた体系的な対策及び経営安定のための対策や、リスクの不安などからこれまで海外転換に踏み切れなかった中小企業の支援を提案してまいりました。合わせまして TPP 協定の締結にあたっては、妥結内容に基づく全体の影響と効果的な対策について十分な情報と明確な説明を行うとともに、国益の向上、地域経済の活性化という視点から総合的な検討を行い、国民合意を得た上で判断することを求めているところでございます。さらに TPP 協定を契機とした中小企業の一層のイノベーションの促進や、担い手が将来の生活設計を描くことができる農林水産業の確立に向けた取り組みを近々示される国の対策とも連動させながら着実に進めてまいります。農林水産局長、蓬莱信夫君。
TPP 協定が農林水産業へ与える影響についてお答えいたします。本県の農林水産業は担い手の減少や高齢化の進展、価格の低迷など非常な厳しい状況にあることから、 TPP 協定が締結されますと安価な輸入農林水産物の増加による影響が懸念されるところでございます。特に牛肉につきましては、輸入牛肉と肉質が競合する乳業種の牛肉を中心に価格が下落することが懸念され、さらには乳業種の子牛、いわゆる肥育元牛を生産している酪農経営にも影響が及ぶものと考えております。また柑橘類につきましては、競合が見込まれるネーブルオレンジなど中盤柑類の比率が高い本県におきましては、輸入オレンジの価格が関税削減に応じて下落することにより、生産基盤が脆弱な柑橘経営に影響が生じるものと懸念しております。米につきましては、現在国内の主食用米の流通量削減に取り組んでいる中で、新たな輸入枠が設定されることにより、国産米全体の価格水準が下落することが懸念されますが、国が輸入量に相当する国産米を備蓄米として買い入れることとなれば、影響は限定的になるものと考えております。今後長期的段階的に行われます関税の削減撤廃に応じ、その段階での生産状況や取引価格、輸入量など影響を見極めながら、国の対策の十二分な活用も含め、本県の実情に即した対策を展開してまいりたいと考えております。総務局長、山根武君。マイナンバー制度の廃止を求めることについてお答えいたします。マイナンバー制度は、社会保障、税等の行政手続きに際しまして、より公正な給付と負担の確保を図るとともに、国民の利便性を高めることを目的とする社会基盤として位置づけられるものでございます。また、取り扱う個人情報は、マイナンバーをもとに一元的に管理されるものではなく、これまでと同様に、それぞれの行政機関で分散管理されますことから、マイナンバーを用いまして、直接すべての個人情報を引き出すことはできない仕組みとなっております。さらに、総務省のセキュリティに関する検討会の報告では、マイナンバーを利用しまして、個人情報を取り扱う情報システムについては、他のネットワークと分離するなどのセキュリティ対策を講じることとされております。このため、本件におきましても、総務省の検討会の報告を踏まえまして、情報システムのセキュリティを高める方策について検討しているところでございます。引き続き、国や市長と連携いたしまして、マイナンバー制度に対する県民の不安解消を図り、制度の円滑な導入と効果的な活用に努めまいりたいと考えております。商工労働局長、頼谷淳二君。小規模企業、小企業の振興についてご答弁申し上げます。本県の中小・小規模企業は、独自の技術やノウハウ等を生かして、新たな分野に挑戦する企業も多く、本県経済の活性化に大きな役割を担っており、中小企業への支援は極めて重要であると認識いたしております。今後、人口減少に伴う国内市場の縮小や、グローバル化が一層進む中で、県内中小・小規模企業が持続的に発展していくためには、イノベーションを通じて付加価値の高い商品やサービスを生み出し、新たな市場を創出していくことが必要でございます。
このため、本年10月に改定いたしました広島未来チャレンジビジョンの中では、産業イノベーションという領域におきまして、中小・小規模企業を含めた県内企業がイノベーションを生み出しながら持続的に発展していくための取り組み方策を掲げますとともに、ビジョンを踏まえて策定いたします県政運営の基本方針におきまして、具体的な方向性を明らかにした上で、産業施策を展開することといたしております。こうした中、国におきましては、商工会及び商工会議所が、市長や金融機関と連携して、小規模企業の意欲ある取り組みを強力に支援するため、小規模支援法を改正し、商工会等が小規模企業に寄り添って、需要開拓や経営承継等の課題解決を支援するための経営発達支援計画の認定が行われているところでございます。県といたしましては、小規模企業の持続的発展に向けた施策を総合的かつ計画的に推進するため、商工会等の経営発達支援計画の策定を支援いたしますとともに、計画の着実な実行に必要な体制の確保や、経営指導員等の人材育成、支援機関相互のネットワーク作りなど、地域ぐるみでの支援体制の強化に努めているところでございます。なお、多くの道府県で策定されております中小企業の振興に関する条例につきましては、その多くは理念的なものにとどまっているものと受け止めております。今後とも中小・小規模企業のニーズなども踏まえながら、これらの取り組みをさらに推進いたしますとともに、市長や金融機関、産業支援機関との連携を一層強化し、中小企業及び小規模企業の振興に取り組んでまいります。都市建築技術審議官、石岡輝久君。3点についてお答えします。まず、住宅リフォーム助成制度の再創設についてでございます。子育て、高齢者等安心住宅、リフォーム普及支援事業につきましては、平成24年度および25年度におきまして、市長に対し制度を創設する年度に助成する方式で実施したところでございます。現在でも11市長が助成を行っており、一定の効果があったものと考えております。住宅リフォーム助成制度につきましては、経済対策としてではなく、高齢者などの支援に加え、若者の定住促進や空き家対策など、地域の課題に応じて、市長により運営することが望ましいと考えており、また、国の交付金の活用も可能であることから、県の事業を終了したものでございます。今後とも、豊かな住まいづくりの実現に向け、地域において主体的な取り組みが継続してなされるよう、市長と連携してまいります。続きまして、広島市東部地区連続立体交差事業についてご答弁申し上げます。まず、船越地区の渋滞拡大の懸念についてでございます。広島市東部地区連続立体交差事業は、広島都市圏東部地域の交通の円滑化や市街地分断の解消を図るものであり、まちづくりの観点から進めてきた事業でございます。平成27年6月にお示しした見直しの方向性では、向かいなど駅周辺及び解体地駅周辺については、鉄道の高架化や東西幹線道路の整備を行うことにより、関係市長が実施する土地区画整理事業と一体となって、まちづくりが行われるものと考えております。また、高架化されない区間につきましても、東西幹線道路の整備とともに、主要な道路と鉄道との立体交差化、引地踏切の延長短縮、歩行者動線の立体化などにより、渋滞緩和や踏切の安全確保が可能となり、当事業に求められている交通の円滑化などが図られるものと考えております。最後に、広島市東部地区連続立体交差事業見直し案の撤回についてお答えいたします。
当事業につきましては、全区間を高架化する当初の計画で事業を実施した場合、昨今の公共事業を取り巻く環境の中では、事業の長期化などさまざまな問題が生じるため、大幅なコスト縮減を図り、早期に事業効果が発現できるよう、平成24年2月に事業の見直し検討に着手したところでございます。平成25年8月には、広島市安芸区から海田町につきましては、高架化しないものの、鉄道をまたぐ道路の整備などにより、都市内交通の円滑化など、一定の事業効果が見込める検討案を県市連携して、関係する皆様にお示ししたところでございます。その後、海田町におきまして、現在進められている土地拡張事業と合わせた南北市街地の一体化など、今後のまちづくりの在り方について、海田町と協議を重ねるとともに、国土交通省や広島市など関係機関とともに調整を図りながら、コスト縮減策について検討を行ってまいりました。その結果、海田地周辺につきましては、高さを抑えた高架化を行う見直し案の方向性を平成27年6月に県と広島市で取りまとめ、この内容について府中町および海田町を含む関係4社で合意したところでございます。この度お示ししている見直し案の方向性では、事業費は全区間を高架化する計画に比べ約3割の縮減が見込まれ、事業効果の早期発現も可能となるとともに、当事業に求められている事業目的がおおむね達成できるものと考えております。検討いたしましては、引き続き関係する皆さんのご意見を伺いながら、できるだけ早期に工事着手できるよう、共同事業者の広島市とともに関係者と協議するなど取り組みを進めてまいります。土木建築局長、小玉義文君。広島高速5号線、福山西環状線、福山沼隈道路の建設中止についてお答えをいたします。広島都市圏および備後都市圏は、人口、産業、都市基盤などが集積し、中国地方全体の自律的な発展を牽引する役割を果たしてきたところであり、これらの都市圏が引き続きこうした役割を担うためには、広島高速道路や福山環状道路、福山沼隈道路など、物流機能を強化し、地域間交流を支える広域道路ネットワークの構築が重要であると考えております。広島高速5号線につきましては、住民の不満をできるだけ取り除くため、地表面沈下の抑制に優れたシールド工法の採用や、一定の地表面沈下などが発生した場合に、土地の買収などを行う仕組みの構築など、安全確保と安心の構築に向けた取り組みを行っているところであり、11月末にシールドトンネル工事の入札広告を行ったところでございます。また、福山西環状線および福山沼隈道路につきましては、福山市と連携し、地元への説明や調整を図りながら、用地買収や工事を進めているところでございます。これらの路線は、広域連携基盤の強化や交通混雑の緩和など、広島都市圏および備後都市圏の拠点性をさらに高める上で必要不可欠であることから、引き続き関係機関と連携し、地域の住民の皆様のご理解とご協力が得られるよう、丁寧な対応に努めながら、着実な事業推進に取り組んでまいります。教育長、島崎邦明君。
まず代替教員が直ちに確保できない現状に対する認識についてお答えいたします。学校におきましては本来定められた数の教員を配置しなければならないものでございますが、本部社の急な病気休暇等により一部に代替教員を直ちに配置できない状況もございます。このような場合には学級担任をしていない教員が代わりの担任を務めたり、学校の時間割を変更したりするなど、校内体制の整備によりまして教育活動に支障が生じないよう工夫しているところでございますが、教育環境として適切とは言えず、改善しなければしていかなければならない課題であると認識いたしております。次に代替教員が直ちに確保できない理由と対応策についてでございます。代替教員の確保につきましては、より多くの候補者情報を収集しておくことが必要と考えており、臨時的任用職員や非常勤講師の募集におきまして、ホームページへの掲載、採用試験受験者に対して受験願い状での任用希望の確認や募集チラシの配布、辞退職者に対する臨時的任用や非常勤講師の希望の有無の確認などにこれまでも積極的に取り組んできたところでございます。また収集した臨時的任用職員や非常勤講師の候補者情報を教育事務所などと共有するなど、代替教員が必要となった場合に速やかに対応ができるよう必要な体制整備に努めてきたところでございます。しかしながら候補者がすでに他の職に就いていたり、地域や時期によっては必要な講習、教科と勤務を希望するものの免許の種類が合致しないといった状況があることなどから配置が遅れる場合があると考えております。このことから今年度から新たに秋の大学訪問を行い、4年生を対象に臨時的任用などの募集活動を始めたところでございます。教育委員会といたしましては、これらの取り組みをしっかりと行うことによりまして、代替教員の確保に努めてまいります。次に、代替教員確保に向けた抜本的対策についてでございます。講師人材バンクなどを設置し、定数外で教員を確保しておくことにつきましては、多額の経費が必要となることなどから、制度化は困難でございます。教育委員会といたしましては、代替教員を配置できていない状況があることは改善すべき重要な課題であると認識しており、引き続き必要な人材の確保に努めてまいりたいと考えております。次に、定数内臨時的任用者が減少しない理由と対策についてでございます。教育委員会におきましては、定数内臨時的任用者の減少を図る観点から新規採用教員数を計画的に増やしているところでございますが、特別支援学級の増加等の理由から必ずしも定数内臨時的任用者を減少させることができていない状況でございます。そのため特別支援学級の増加等に対応する教員数を見込む際には一定の予測を立て採用数に反映させておりますが、その予測以上に必要となる教員数が増加し、定数内臨時的任用者は増加をしております。教育委員会といたしましては、児童生徒数の推移や早期離職者数等の精査を図り、中長期的な視点に立って必要な新規採用教員数の確保に努めてまいりたいと考えております。次に、定数内臨時的任用者の採用理由と任期についてでございます。定数内臨時的任用者は、見込みを超える早期離職者が生じた場合や、年度当初に学級数が増加した場合など、定数に欠員が生じた場合に採用しているものでございます。任期は法令の規定によりまして、6月を超えない期間とされており、また6月を超えない範囲で1回の更新ができることとなっております。次に、臨時的に職員の任用について留意すべき点についてでございます。昨年7月の総務省通知におきましては、臨時非常勤職員の採用にあたり、例えば
社会保険や労働保険の適用について、法律に基づく適用要件にのっとって適切に対応すること。研修や福利厚生について、従事する業務の内容や業務に伴う責任の程度に応じて適切に対応すること。同一の者が繰り返し臨時職員などとして任用されることは、計画的な人材育成への影響や、臨時職員としての身分の固定化などの問題を生じさせる恐れがあることなどが留意すべきポイントとして示されており、教育委員会といたしましても、引き続きこうした点を十分配慮して、臨時的任用職員等の任用を行っていく必要があると考えております。次に、正規採用職員の増員による教育条件の整備についてでございます。新規採用教員数につきましては、今後の退職者の増加に対応して計画的に増やしているところであり、平成22年度以降は700名から870名程度まで増加をさせて採用してきているところでございます。しかしながら近年、児童生徒数が減少しているため、将来の教職員定数の減少を勘案する必要があることや、優秀な人材を確保する観点から採用数を大幅に増やすことは難しい状況でございます。教育委員会といたしましては、教育環境を整えるために今後とも中長期的な視点に立って必要な正規教員の採用に努めてまいりたいと考えております。次に少人数学級の拡充についてでございます。少人数学級編成につきましては、仮に中学校3年生まで35人学級とした場合、新たに人件費として約45億円の経費が毎年度必要となることが見込まれます。こうした多額の経費負担を伴うことから、国からの特段の措置なしに少人数学級を拡大することは困難であると考えております。なお、義務教育における少人数学級の推進は、国が責任を持って標準法の改正を行い、導入されるべきものと考えており、国に対しまして、全国都道府県教育庁教育会などを通じ、引き続き標準法の改正による35人学級の導入を要望してまいります。選挙管理委員会事務局長、北山哲君。大学や高校への期日前投票所設置についてお答え申し上げます。近年の投票率を見ますと、若年層の投票率の低さには深刻なものがあり、投票率向上に向けた取り組みが重要な課題であると認識しております。こうした中、18歳選挙権に係る公職選挙法の改正とも相まって、大学内への期日前投票所を設置することは、若者の政治参加意識を促進する上からも意義があるものと考えております。一方、設置にあたりましては、投票の秘密が保持できるスペースの確保や専用オンライン回線の設置が必要となるとともに、通常は当該大学の所在する市区町内から通っている学生に投票が限られるなど、さまざまな課題もございます。こうした課題もありますが、県選挙管理委員会といたしましては、福山市立大学などの先進事例の情報提供や具体的な課題に対する助言を行うなど、市町の選挙管理委員会と連携しながら大学内への期日前投票所の設置の拡大に向けて取り組んでまいりたいと考えております。なお、高校における期日前投票所の設置につきましては、先ほどの課題に加え、投票できる者が18歳になった生徒に限定されること、また、期日前投票所では、市区町内の有権者はすべて投票できることから、生徒以外の有権者が来校することによる学校教育への影響などが考えられますため、今後の全国的な動きを注視しながら、慎重に検討を進めてまいりたいと考えております。
再質問を許します。次、常岡君。再質問をいたします。まず安全保障法制、いや戦争法についてですけども、国会論戦を通じてですね、明らかになったというのは、この安全保障法制が憲法9条を蹂躙する憲法違反の法律かということがですね、明らかになっているわけですが、この点について知事あなたの見解をですね、最初お伺いしたいというふうに思います。ぜひお答えください。それと合わせて、こういう法律がですね、存続していくこと自体がですね、今のその立憲主義あるいは法の支配というものを、覆す状況を、国政上では作ると同時にですね、そのことがやはり地方政治にも影響を与えてくるということにもつながりかねないかなという、私は懸念するわけですけれども、この点での知事のですね、認識をお伺いしたいと思います。二つ目は TPP についてですけれども、先ほど本件農業林水産業への影響についても語られましたけれども、そうならばこそですね、広島県としてその影響はこういったらどうなるのか、これをですね、試算をして、県民に明らかにして対策を打つということは私は必要だと思うんですね。他県では、これは県レベルではありませんけれども、長野県では、農協のグループなどがですね、392億円に上る影響があると。あるいは茨城県でも JA 地方会がその影響額を出していますけれども、県としてもですね、そういう資産を出して、公表し、そして対策を練ると、作るということが必要だと思うんですが、この点での答弁をいただきたいと思います。それから子どもの医療費の助成制度の拡充についてでありますけれども、全国も、また県内でもですね、県制度よりも制度の拡充が進んでいるというのが今現状なんですね。そういう現状の中でですね、この広島県はこの10年間足踏み状態のままになっているわけで、なぜ進まないのか、これ度重ねて答弁しますと同じような答えしか返ってこないわけでありますけれども、例えば小学校3年生まで拡充すればですね、今年の予算特別委員会では8億円追加すれば可能だと、小学校6年生までは15億円追加すれば可能だと、いうような答弁も返ってきているわけですけれども、実施踏み切らないというのは最大の理由というのが、こういう財政的な問題がですね、一番大きいのかどうか、この点をお伺いしたいと思います。それから35人学級の件でありますけれども、他県ではですね、教員の加配とか、あるいは単件負担で財政状況が厳しい中でもですね、拡充をしていると、やっぱりより豊かな教育をですね、どの子にも行き届いた教育を施しているというのがですね、本来の公教育のあり方だと、どの子にも行き届いた教育を進めていくと、こういう立場がね、私は欠けているんじゃないかというふうに思っておるわけであります。でそこで、例えば小学校3年生、あるいは6年生まで、先ほど6年生まで、中学校卒業までの経費負担出ましたけれども、例えば小学校3年生、あるいは6年生まで引き上げた際の経費、費用、それから人員はそれぞれ何人ぐらい必要となるのか、教育長にですね、お伺いしたいと思います。以上です。当局の答弁を求めます。経営戦略審議官伊達英一君。
安全保障法案はが憲法に違反するかどうかについてでございます。日本国憲法は三権分立を原則としており、いわゆる違憲審査権は裁判所の権限とされております。T という機関や地方公共団体は法律の合憲違憲について判断する権限を有しておりません。続きまして、この法律が立憲主義、民主主義、法の支配を覆しかねないということについてでございますが、立憲主義、民主主義、法の支配は国家の基本的な理念であり、地方自治に携わるものとして当然のことながら尊重し、遵守すべきものと考えております。繰り返しになりますが、知事という機関や地方公共団体は法律の合憲、違憲について判断する権限を有しておりません。農林水産局長、蓬莱信夫君。本県独自の TPP の農林水産業への影響の試算というお尋ねであったと思います。国におきましては、年内に農林水産業を含めた TPP 全体の経済効果分析の結果を公表するということを言われております。県といたしましては、その分析の考え方や影響額の算出方法など、その内容を確認した上で、本県独自の要素も加味した影響額について検討してまいりたいと考えております。健康福祉局長、草松純也君。医療費助成制度についてでございますが、この制度、自治体間において対象年齢が異なり、受けられる医療サービスに差が生じていることは適当でなく、国が全国一律のサービスとして提供すべきと考えております。したがって国においてこれまでも県としまして、すべての子どもを対象とした全国一律のサービスを提供されるよう働きかけてまいりました。さらなる引き上げに対しましては、こういった動きを注視、国の検討会の動向を注視しますとともに、本県が推進する子育て支援策全体バランスの中で、今後の社会保障関係費全体の動向も勘案しながら、慎重に検討していく必要があると考えております。教育長、島崎邦明君。少人数学級の拡大についてでございますが、35人学級につきまして、現行の小学校2年生までを小学校3年生までに引き上げた場合、教員数といたしましては80名程度、人件費として約7億円でございます。同様に、小学校6年生まで引き上げた場合、教員数といたしましては300名程度、人件費としては約25億円が毎年度新たに必要となるところでございます。再三質問を許します。辻常雄君。再々質問をいたします。安全保障法制で、いわゆる戦争法憲法違反じゃないかという答弁で、答えがありました。私は判断せよと言ってるんじゃないんですね。どう考えているのかということを知事あなたにお聞きしたわけなんですよ。それをですね、審議官が代わりに出てきてですね、
答えると。私はあなたに聞いてはないんですよ。うん、私は知事にお考えを聞いてるわけですよ。で、知事どう判断してるかということも、その最高裁判所のようなその判断をね、求めれるなんて聞いてないんですよ。あなたはどのように考えてるのか。大体審議官がね、シャリシャリと出てきてね、知事の代わりに答えるけどね、そういうこと自体おかしいですよ、あなた。本当に。いや、やっぱそれはね、知事に私はね、ちょっと聞いてるんだから、知事の考え、お示しになったらどうですか。私そう思うんですけど、これで改めて知事にお聞きしたいと思います。審議官、お互いでは誰だと私は言っておりますけどね。それから、TPP の関係では、国の影響資産、影響の調査を受けて、県も検討してみたいということです。ぜひこれね、本当にあなた、広島県の TPP の影響に対して具体的に抜本的な対策を取ろうと思うんだったら、どういう大きな影響がね、起きるのかということを試算してですね、そういうもので対策を取る、やっていただきたいですよ。資産をね、その折にちゃんと支えて、お示しを願いたい、このことを約束していただきたいと思います。それから子どもの医療費ですけれども、結局、この全国一律の制度にした方がいいんだと、で国に働きかけているから、まあ、検討会も注視して見守ってますよと。福祉医療費も全体の中で考えていくというようなことですけれども、そういうようなことがあっても全国的にはね、その対象年齢を引き上げて子育て支援を進めてるじゃないですか。この広島県内でもですよ、大崎上島の例を出しましたけれども、府中市も中学3年生まで拡充していくと。さらにですね、広島市も対象年齢引き上げようかというようなこともね、今なっているわけで、まあ、こういう子育てへの支援と定住促進、さらにそれ自身が人口を増やしていくというようなことにもつながるということがね、まあ、言われているんですよね。私はぜひね、対象年齢引き上げて、広島県がその全国的に見てもね、その後ろの方を走るというようなことではないように、やっぱりファミリーフレンドリーな広島県、子育てするならこの町でと言われるんだったらね、それぐらいのことまで踏み切りだと思うんですけども、合わせてお願いいたします。で、35人学級のことを言われましたけども、言われた通りですよね。小学校3年生まで約7億円、80名の教員の増加でできるということで、私はこれは大いにやるべきじゃないかと思うんですね。財政力指数から言えばね、例えばですよ、広島県は14位というような状況の下で、全国で最低水準の35人学級。ところがですよ、全国財政力指数でいうと、島根県は47位、鳥取県は45位ですよ。そういうところでもね、少人数学級、35人学級を拡充をしてですよ、進めているわけじゃないですか。やろうというね、本当にそういう気持ちがあるのかどうか、疑わざるを得ないような、ね、状況ではないかと思うんです。私は当面、小学3年生まで、35人学級を拡充したらどうかということを求めるものですけども、お答え願いたいと思います。当局の答弁を求めます。知事、湯崎秀彦君。安全保障法案が憲法違反であるということについての見解を求めていらっしゃるということでございますが、まあ、見解を求めるということで、まあ、判断はいらないということでございますが、まあ、判断をしなければですね、見解を述べることはできません。
知事という機関、あるいは地方公共団体はその権限を有しておりませんので、これは新官が答えても、私が答えても同じでございます。農林水産局長、蓬莱信夫君。先ほど答弁の中で、国が年内に全体の経済分析等を示すということは、まだどういう形であるかは分かりませんが、批准等署名に向けた国会審議の中の始まる前に全体を明らかにしていこうという趣旨だと受け止めております。本件が先ほど申しましたように、定性的な影響がある中で、県がいろいろな対策を受ける、打ち出すときにですね、考えるときに、どの程度の影響があるかは十分考えた上でないといけないと思っております。先ほど答弁しましたが、国等の算出の仕方等も参考にして、県としての、試算といいますか、影響はできる限り示した上で、前に進めていきたいと思います。健康福祉局長、笠松純也君。子育て施策につきましては、子どもが心身ともに健やかに育つよう、社会全体で子育てを応援する環境づくり、こういったことが重要であると考えております。そのした中の医療費助成につきましては、やはり子育て施策、支援策全体のバランスの中で、今後の社会保障関係費全体の動向なども勘案する必要がある。また全国一律のサービスが必要であるということは提供されるべきものだというふうに考えておりますので、国の動向や先ほど子育て施策全体のバランス等を勘案しながら慎重に検討するべきと考えております。教育長、島崎邦明君。少人数学級の対象年齢をひとまず小学校3年生まで引き上げてはどうかというお尋ねでございます。先ほど答弁申し上げましたように、小学校3年生まで35人学級とした場合、約7億円の新たな負担が生じることになります。義務教育における少人数学級の推進は、国が責任を持って標準法の改正を行い、導入されるべきものと考えております。国に対しまして、全国都道府県教育庁教育会などを通じ、引き続き標準法の改正による35人学級の導入を要望してまいります。明日も引き続いて質問を行います。明日は午前10時30分から会議を開きます。本日はこれをもって散会いたします。